Trivia and Court Hildor versus Kerry Shaw. Да, соревнования покажут. Мы мало его знаем. Видно будет. Но я всегда по ситуации выступаю. То есть как, в зависимости от положения, от партнера, да. Но у вас есть уверенность? Насколько уверенность в победе? Без этого не приехал. Нет, ну уверенность всегда есть. Yes, I've seen a videotape of my opponent, and he seems very good. He's got very good hands. His ground skills are good. I think it'll be an exciting fight. I'd like to come out and throw with him a little bit, throw some punches, and we'll go from there. I'm pretty confident about this fight. I'm a lot bigger than my opponent. I'm going to come out and throw some good hands. If he wants to go to the ground, I think I'm going to be able to dominate pretty well on the ground. I think I'm heavier. He's going to have to try to manipulate my weight. It's going to be very difficult for him. I think he's going to run out of gas. ただいまより第3試合を行います。青コーナーよりケリー・ショール選手の入場です。トラックの異名を取ります。ケリー・ショールが入場してまいります。190センチを超えているその長身、そして130キロ近いそのウエイト、ケリー・ショール。デビュー戦はアメリカでした。アイオワでバトルオブチャンピオンズでデビューを飾っています。日本では初めての試合になります。ケリー・ショール、相手は実力者エメリア・エンコ・ヒョードルです。パワーあふれるこの肉体からどんな技を繰り出していくんでしょうか。格闘技のベースはレスリング、そして柔道であります。ケリー・ショール、巨漢がリングインいたしました。赤コーナーよりエメリア・エンコ・ヒョードル選手の入場です。エメリア・エンコ・ヒョードル、リングス・ロシア。強いものは多くを語らずということか。182センチ103キロ、リングス・ロシア、エメリア・エンコ・ヒョードル。まだその実力はそこが全く見えません。得意はサンボあるいは柔道でありますが、その寝技を使わずにエメリア・エンコ・ヒョードル、素晴らしい実績をこのリングスでも披露してくれました。今回はワールドタイトル決定トーナメントのヘビー級であります。1回戦、相手はミートトラック、ケリー・ショール。肉弾戦となるのか、あるいは技の攻防か。第3試合、ワールドタイトルヘビー級トーナメント1回戦、5分2ラウンド1本勝負を行います。青コーナー 190.5センチ 129キログラム USA ケリー・ショール。
赤コーナー182センチ103キログラム、リングスロシアエメリアエンコー、ヒョダリン。さあ、この第3試合からトーナメントルール5分2ラウンド、延長戦は1ラウンド認められています。ワールドタイトル決定トーナメント、これはヘビー級の区分になります。1回戦、エメリア・エンコ・ヒョードル、リングス・ロシア対、そしてアメリカからケリー・ショールがやってまいりました。これはまあでかいですね、ヘビー級ですね。でかいですね、本当に。これ両者の体重差は26キロ差ですか。なんかあのヘビー級というのは90キロ以上なんですが、もちろん上限ないんですから、こういうことは ね当然あるんですが、はい、さあどういう戦いになりますでしょうか。おっと、かかっていったビートトラック、ビートトラック、おっと、かかっていった、打撃を得意にしています。そして、まあ、3歩の選手でありますが、おっとっとっと、そういったことを言ってる人がないか、組になった。そして、おっ、初めてグラウンドのテクニックだ、初めてグラウンド、表情が上に乗っています、今まで隠しておりました、そのグラウンドのテクニックはベールの中だった。いや早いですね、やっぱりね。そうですね、あと今逃げたショールもさすがですね。あ、ちょっとね、カットしますよ、どっか違ってますね。今ですね、選手のどっちがですかね、血がついてますでしょう。ヒョードルの方に血がついてますね。今の陣地よく逃げましたよね。このエメリア・エンコ・ヒョードルは後楽園ホール大会でデビューしたんですが、その後に昨年の12月、トーナメント B ブロックに参加しています。あのヒカルド・アローナ倒しましたからね。そうなんですよ、はい、おっとミドルキャッチした、キャッチしながら、おお、タックル、タックル、26キロ、そしてアグレッション、おお、いろんなものを出してくる、いろんなものを出してくる、抜けられましたね。ケニー・ショールもついてきますね。ついてますね、頑張ってますね。そうですよね、はい、さすがレスリングプラス柔道のテクニックを持っているケリー・ショール、でかいだけではありません。アキレス腱を取っています。ヒョードル、足関節に関してはちょっと免疫ないですね、ケリー・ショールは。そうですか。さあ、ヒョードルの3歩の技、このアキレス腱固め、柔道ロシア選手権優勝、そして3歩ロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権も勝ったことがあります。エメディア・エンコ・ヒョードル、もちろんグローブも練習しています。ジュージュになってますね。さあ、ジュージュージュー、1ラウンド1分47秒とコールがありました。今日は純粋にグランだけで勝負しましたね。あの試合の前では状況を相手によって立ち技と寝技を決めるよと言ってたんですけども、はいはい、まあ、あのこの選手ですね、ボルグハン率いる、はい、通称狼軍団という、はい、あの軍団がいるんですけども、その選手の中でもですね、アターエフという選手と並んで、この2人のハンが非常に期待している選手だと言ってました。はい、金原さん強いですね、はい、ヒョードル、ヒョードルのパンチもいいし数も良かったですね。これはヘビー級で、かなりの戦績を残すんではないでしょうか。この選手と台風の目ですね、はい、決してこちらのショールも弱くなかったですよ ね、 そうですね、はい、しかし、技的にグラウンドの技が一歩、いや二歩も先を行っていたようであります。エメリア・エンコ・ヒョードル、大きな歓声を受けながら控え室に戻っていきます。まだ寝技を見せない男がようやくこの代々木でその寝技を見せてくれました。ヒョードルは勝っています。7-8. Это неиспользованные моменты, которые я мог использовать первоначально, но я их не использовал. Еще ударную технику мне надо ставить. Ударную технику ног. И, в принципе, еще работать над борьбой. Над всем работать надо.Я, в свою очередь, постараюсь сделать все, чтобы оправдать их надежды